私どももですね、この声明に参加した人間の全てが官邸前に行ってるわけではないですけれども、官邸前に実際にどのようなことが行われているのかということで見ていく中でですね、あまりにもその警備の状態が過剰であるということを強く感じた。さらにはその警備が過剰であるだけじゃなくて、逆にその警備によって参加者の安全が害される状態になっているんじゃないかということから、この声明を急きょ発しようということになったものです。歩道上に空間があるにもかかわらず、鉄柵や車両で、かなり制限したりですね、あるいはそのじゃあ車道をですね、今度は車や自転車等で抗議行動に参加する人がいるとですね、それもまた規制をかけると。さらには周辺に止めた警察車両の上からですね、参加者の映像をずっと撮っているというような状態が起きまして、これは憲法の表現の自由、あるいは肖像権、それからそういった活動を通じた民主主義の実現過程というものに深刻な影響を及ぼすのではないかということで、今回の声明に至っております。その点でいうとですね、警察の方はどうも警察法2条という、警察法2条というのは、警察はですね、市民の生命身体の安全を図るようにしなきゃすることがその警察の責務であるというところがありまして、それを一つの根拠にして、いわばざっと例えば花火大会でものすごい大勢の人が集まってきて将棋倒しになったりする危害を防ぐということで、警察が警備を行っているんだという名目で今回の警備活動を行っているというのが警察の建前のようです。しかしながら花火大会のようなものとですね、今回のような政治的な意見の表明というものとは非常に大きな違いがあるということが一つと、一方でそう考えてもですね、全く必要性のない警備をしているどころか、逆に車道にある程度ですね、人を溢れさせた方がですね、むしろ安全性の点でも非常に安全性が確保できるはずなのに、それをあえて制限することによって逆に危険な状態にもたらしていると。そういう点から言うと、警察法2条の2項にはですね、その国民の権利や自由というのを制限することがないようにしなければならないということもありますけれども、そういうものにも違反しているのではないかということで、今回書いてあります。それからもう一つの特徴はですね、もういつのことですね、官邸前の道路、それから国会正門前の道路についてはですね、抗議行動の時間、つまり毎週金曜日でいうと6時から8時にその抗議活動行動をやっていてですね、この種の過去歴史的に見てもですね、抗議行動の中で時間を限って、その時間が終了すると同時に直ちに解散するという抗議行動の形態自体が非常に珍しいものだと思いますけれども、例えば先週の日曜日のですね、国会前の国会行為の時もですね、国会正門前でかなり車道に人があふれ出たところがあるわけですけれども、これも8時になるとピタッときれいに解散するというようなことが行われてまして、そういう意味では非常に平和的にかつ整然とした活動が捉えているというふうに思うんですね。そういう点ではですね、車道にあふれさせて方がむしろ安全性の確保にもつながるし、そういったことをしてもですね、何ら支障が生じない。特にこの国会正門前っていうところはですね、あそこに通じてる建物が一切ないということもあってですね、あそこを封鎖したところ、そこの開放したところでですね、何ら道路交通に支障が生じない場所なんですね。そういう意味では、むしろそういうふうにした方がですね、安全性に帰するのではないかということも考えられるということで、その辺も含めて具体的な方策も含めて今回提案させていただいたというところが特徴だと思います。こういう抗議行動というのは極めてですね、今の日本の社会にとって私は非常に重要な市民の活動ではないかと思っております。こういう抗議行動こそが民主主義社会を支える行動であろうと。それから民主主義社会でやっぱり一番最大限尊重しなきゃいけないのは表現の自由だろうと思っております。市民の多くが義務に駆られてこういう行動である。その表現の自由を最大限尊重するというのが民主主義社会の在り方だろうと思っております。そういう面でこれに規制を過剰警備をして規制を加えようとしているんじゃないかと、そういう在り方自体が民主主義社会の警察の在り方として問題があるいうふうに考えております。私はですね、一度2008年の、5月にですね、ロサンゼルスのメーデーの、デモ行進に参加したことがありまして、まあ皆さん方もご存知かもしれませんが、アメリカのデモ行進というのは道路を全面使ってですね、多くの市民、労働組合なんかが参加していると、まあ、それをそこに他の、車両とかですね、一般の自動車が搬入しないように警察がちゃんと、警備をやっていると、まあ、日本の私はデモにも参加したことがありますけど、必ず規制があって、片側で、厳しい規制がある。むしろそういうデモに対する警備の在り方が民主社会の違い、成熟度とかそういうのがいろいろあると思いますけど、日本とは違うなということを感じた次第です。むしろデモなんかも、そういうことを最大限尊重するようなですね、対応というのが、民主社会では求められているんじゃないかと。の段階ですね、こんな感じでこう官邸前の道路にこう、かなり若干人がですね、これ溢れちゃってるような状況があります。これはごめんなさい、週刊金曜日という雑誌から取ったものなんですが、封殺をしたようです。それで7月に入りますと、これがどうなっていたかというと、ここにですね、ずらりとまず車を並べて、トラック、青いですね、トラックを並べて、ここにこの、国会記者会館前の歩道と車道の間に鉄柵を設けたんですね。で最近はもうこちら側にしか歩行者入らせないと、抗議をする人間はこちら側だけで、こちら側にはもう行かせないと、そういうような制約を、加えております。したがって僕もねですね、何度もこの辺にうろちょろしてたんですけども、かなりですね、ここにですね、官邸前の狭い道路に人が、押し込められちゃって、非常に皆さんのフラストレーションが高まっているような状況があります。車がこうずらっと並べられてるもんですけど、皆さんが再稼働反対で叫んでも、こう車に向かって官邸に向かってこの怒鳴りたいんだけども、車に向かってですね、こう叫ぶようなそんな状況がありました。それでじゃあこの鉄柵っていうのはどんな状況になってるかっていうと、これ僕が撮影した写真なんですが、これ国会正門前の一番先週の金曜日の写真なんですね。こういう形で。鉄柵が設けられております。でこれよく見ていただきたいのは、これ厳密にはですね、この鉄柵ってこれ場所によってなんですけれども、歩道と車道の間に設けられているという必ずしもそうではなくて、このかなりこの車道からですね、中に入ったようなこんなところにですね、鉄柵が設けられていると。でこの鉄柵のこちら側のスペースという内側のスペースにこう人が通るスペースと。いうものをかなり1メーター半ぐらいを作って、そのさらに内側に抗議の人が押し込められている、そういう状況が先々週の国会正門前の状況です。だから、このスペースは本来いらないんですね、彼らがなんかこうやって警察官が歩き回るためのスペースに使っちゃってると。我々はこの車道をそのものを使わせろっていうのは、先ほど富山先生のお話だったんですが、そもそもこの歩道すらですね、きちっと使わせていただけてない、こういう規制が本当に必要なのかということをもう一度きちんと検討していただきたいというふうに思っております。それからもう一枚写真をお示しますが、これは国会正門前の歩道なんですね、横断歩道。なんとこれをよく見ていただくとですね、こっちからこっちは自由に人が動いてるんですよ、歩いてるんですよ。だからこっちからは人が通らせないってことで、この方が抗議しているという写真、まさに証拠写真なんですね。だからこっちからこっちには通らせない、だからそもそも横断歩道を通らせないというところですね、彼らが恣意的にやっていいのかということが一つあるんですけれども。仮にそれ規制するにしたって、こっちはいいけど、こっちはだめとかね、そういうなんか極めて恣意的な規制というものが本当に許されるのかと、でこれ皆さん本当に平和的なデモですので、集会ですので、これ現場では従ってますけども、これは極めて不合理で根拠のないものだろうと思ってます。憲法上、憲法21条で保障された表現の自由、とりわけ政治的言論の自由というのは、よほどのことがない限り制約してはならないということが憲法の立場だと思いますが、全く合理性のない、極めて恣意的な規制が行われているということを、私はここで現場で見てきましたので、皆様にここにご報告したいと思います。で、交差点近くの国会正門前に坂に登る途中におりました。で、途中からその歩道で、太鼓隊が到着しまして、その太鼓隊を中心に、再稼働反対の合唱や歌が盛り上がってきました。そうしたところ、次第に、このように警察官が集まってまいりまして、で最終的にこの警察官は、私が数えたところ、約30名に、たった20メートルの歩道を張り付くように配備されていました。でその太鼓隊が盛り上がってきた後なんですけれども、このような警視庁のクレーン車まで、これもまたデモ隊に並行して張り付くように配備されました。このようなクレーン車がこのような場所に必要がないことは明白だと思います。このように市民の方々が盛り上がっているところに、これがクレーン車で、こうずらっと警察官が並ぶような形になっています。で時々に脚立を持った警視庁のカメラマンが来まして、その脚立の上からデモ隊を写真撮影する姿も見られました。この警察官やカメラマンたちを写真撮影しようとした市民のカメラマンの方と警視庁の方が揉み合う一面もありまして、でその警察官が最後にはその方のカメラを取り上げようとしましたので、そこに私が仲介に入りまして、警視庁をなだめるというよりは市民の方をなだめる形で、私がカメラを取り上げて市民の方にお返しした次第です。先週日曜日には、これは7月22日の写真なんですけれども、逮捕者も出ましたが、このような逮捕の危険というのはこれまでも随時あったと思われます。このような事態は正当な表現の自由に対する過剰な規制だということを強く考えております。以上です。原則と例外が転倒しているんではないかということなんですね。つまり原則表現の自由があって、行動上での意思の表示、政治的な意見の表明というのは原則自由だということが当然の前提であって、それに対して本当にその参加者の方々やその周囲に対してですね、深刻な問題が生ずるという場合にのみ、警察による一定の警備というものが正当化されるということが本来の姿なわけですけれども、それが全く転倒してしまっていると、警察の方が自由に裁量の幅で何でもやっていいというようにですね、逆に参加者の方々もそういうふうに感じさせられてしまっているというのは大きな問題であるということを我々、基本的人権の擁護というのは弁護士法1条に定められていますけれども、法律家の職責としてこれは申し上げておかなければならないというふうに考えて今回の声明に至っております。で若干の補足をするならばですね、またもう一つの問題が、その警備車両の上からですね、ずっと警察がですね、こうビデオカメラでですね、参加者のことを撮影しているという問題がございます。これは声明の中に書かせていただいておりますけれども、当然に肖像権侵害ですし、最高裁の判決でもですね、警察官による個人の要望等の写真撮影は、現に犯罪が行われ、もしくは行われた後間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない、相当な方法をもって行われるときは違法でないという限度で違法でないとしているだけでして、逆を返せばですね、現に犯罪が行われ、もしくは行われた後間がないと認められる場合でもありませんし、証拠保全の必要性及び緊急性もない局面で、最初から最後までずっとですね、指揮車両の上、あるいはその下からですね、複数のカメラで参加者を撮影し続けるという行為は、これも明らかな過剰行為であるというふうに言わざるを得ないというふうに考えております。